ねえねえ、別に変な意味じゃないんだけどさ、あんたって私とチューできる？あ、スマホ落とした。画面割れた？ん？どういう意味って、そのまんまの意味だけど、チューできますかって。え、まあ何その返し、気になるんだけど。というか結構重要だよこの質問。だって付き合ってんのに致命傷すぎ。だから正直に答えてほしいんだけど、どうなの？あんたは私とキスできますか？え？申し訳ないけど全然そういうのわかんない。ほーん、まあと言っても私も無理かもしれないわ。いや、私は絶対無理じゃないけどね。でも気持ちはわかるよ。理由はほら、私たち幼馴染で、でしょ、家族ぐるみの付き合いだし、あんたなんて私の弟並みに顔見てるし、だから付き合えたのは嬉しいけど、家族すぎてその全くその気にならない。だからあんたはどうなのかなって思ってたんだ。ん？俺もだからよかった？そっかそっか、なら安心。まあ今どきしない人もいるよね。付き合ったら家族みたいな感じになるから、うちらはこのままでもいいかもね。って、そんなわけあるか。やっぱりそういうことだったのね。何かって、付き合っても全然変わんないし。そういうことないなって思ったんだ。あんた、私とキスしたくないわけ？私、もうあんたの彼女なんですけど。私は、そういうこと、すっごくしたかった。なのに全然気づいてくれない。だから今からするからキス。ダメ、逃がさない。もう押し倒されたんだから諦めなさいよ。それに今逃げたら私泣くからね。そんなに私とキスしたくないんだってあんたの家族に訴える。まあそれは冗談だけど、でもせっかく付き合ってんだからキス
してみませんか？え？私から？やだよ。なんで？私が上だから？へえ、何その理由は。まあいいけど。じゃあその代わり、あんたはキスの感想言ってね。はい、うだうだ言わないで。こっち向いて。無理、顔を合わせられない。恥ずかしい。で、感想は？全然キスする気飽きないって言ってたけど。黙ってるけど。わかるよ。悪くなかったんでしょ？そんなことだと思った。あんたのこと大体わかるから。当たり前でしょ。幼馴染なめないで。え？もう一回。もうハマった？いいけど。明日からたくさんしてね。